どうして多数の不動産会社に一度に査定を出したらいけないのか、まあ、お勧めしないのかというと、まあ、あの不動産会社が互いに足引っ張り合うんですよね。で、足を引っ張り合って、まあ、なかなか本当の金額を言わないと。で、査定金額っていうのはあくまで8割9割の高い確率で売れる金額っていう前提なんですけども、一番最初に言った不動産会社がそれを真っ正直に言ってしまったら、後から来る不動産会社はその一番最初に査定した不動産会社の金額を聞き出すことができれば、それにかぶせて金額言えることが言えちゃうんですよね。で、実際のところ5000万の金額ですよっていうところに、まあ、それが本当の査定金額って言われているものだったとして、で、次に2番目に来た不動産会社が、じゃあ、 最初に来た不動産会社5000万って言ってましたっていうふうに売り主さんから聞かされると、いや、うちだったらもっと少なくともあと200万は高く売れますよと、で、5200万ですよっていうようなことを言って、まあ、一番最初に本当の金額言った不動産会社の金額が、まあ、叩き台になってしまうとっていうのが、まあ、ずっと続いちゃうんですよね。で、誰か最初に行った人が、まあ、不動産会社が損をしてしまうので、まあ、なかなか不動産会社も、まあ、売却の依頼が欲しさに、まあ、他の本当の査定の金額を伝えるのではなくて、他の不動産会社が言った金額を聞き出すことに専念してしまって、その聞いた金額より高い金額をお客さんに伝えたいということが、まあ、依頼をする不動産会社の数だけ行われてしまうっていうのが、まあ、おかしな話なんですけども、そういうことがまかり通っているというか実際行われているので、まあ、一括査定サイトとかって結構ありますけど、あれは正直おすすめしないんですね。まあ、こういったことがあるので、まあ、おすすめしないっていうのは、まあ、今申し上げたような通りです。